間をかけてなかったんで、それ以降、2004年以降写真を見るにつけ、よく思っていたのが、写真っていうのはどんな写真見てもなんか嘘かもしれないし本当かもしれないっていうのが行ったり来たりするような、そういう芸術だなというか、そういう表現が多いなっていうふうに。まあ嘘と誠の間ぐらいの感じだね。そうですね、うん、だからその例えば映画みたいになるともっとより嘘に近かったり、あるいは絵画なんかも決定的に前提に嘘があるけど、写真はやっぱりそれは本当ですよと言っときながら嘘ついてたり、うん、みたいな行ったり来たりがあるなと思っていて、うん、なんかその辺でそのキノコのね話が出てくるのかなと思ったんですよ。いやまあそれもあるよね。だからさっきから言ったその媒介性とか中間性っていうのちょっと間ぐらいってことで、うん、嘘と本当の間でもあるんだよね。まあそれもあるね、うん、それもあるっていうか、だからこのキノコのこと考えていくとやっぱりどこか僕が好きな写真のあり方と、いろんな場所で、だからいろんな場所でっていうよりはほぼ重なるんですよ、よくよく考えてみてね。なので写真について言われたり書かれたりしてることっていうのはほとんどキノコについても当てはまるというふうに思うけど、逆のことも言えるのかな。いや、あとね、飯沢さんとずいぶん前ですけど、話していて、飯沢さんが好きなものっていうのをいくつか挙げて、もらって、その中に宝塚とか、あ、宝塚ね、まあ、あとは各界とか、はい、お相撲、あ、それはちょっと違うところだけど、やっぱり宝塚にしてもお相撲の世界にしてもある奇形的なドッキリ的なところあるよね。なんかだからすごいどっかで嘘っぽいとか、でもリアリティもあって、そう、宝塚とか見てると分かるんだけど、あれやっぱりテレビで見てダメなんでさ、やっぱり生でしかも銀鏡っていうと前に出したところがあるんですけども、あの近くで なんかこう毛穴が見えるぐらいの距離で見るとやっぱすごいんですよ。そこにやっぱり嘘と誠のせめぎ合いみたいなのがありますよね。だってあれはほら完全にその女性が男子を演じるわけでしょ。演じても分からんだけれども、演じられた男子のやり方っていうのはある意味こうかなり理想的な形になってて、なんていうのかな、男よりも男らしいんですよ。男よりも男らしい世界を女性が演じるっていう盗作みたいになって、これはやっぱ面白いですよね。いや、なんかそこはどっかで共通点があるなと思ったんですよ。まあね、まあ何やる人も同じ人がやってるわけだから、そうそう、好みっていうのね、好みってやっぱりどうも嘘つけないとかありますよね。これが好きだとかこれが嫌いだっていうところは突き詰めていくとさ、やっぱり譲れないとかでもあって、宝塚がダメな人ってのは面白いと思うしね、相撲だってそんな好きな人がいたわけじゃないと思うし、キノコだってそうだと思うんだけど、でもそういうのを繋いでいくと、やっぱり僕なら僕っていうのの物取り方とかね、それのある、まあ、なんだろうか、断面図じゃないけど、こういうもんだってことが見えてくるんですよね。で、どうやらだんだんそういうことってのが年取ってきて、僕も50代半ばぐらいになってきたんですけど、そうなってくると、もうかなり見えてきちゃってるっていうか、別にその固まってきてるってじゃないんだけどね、ある程度こう輪郭がはっきりこう見えてきたっていうのがここのところじゃないですかね。いや、だからなんかそういうキノコに今ちょっとこうキノコに力がエネルギーがいってるけれども、何かそこであれやっぱり写真に戻ってくるんであろうな。いやいや、そうじゃなくてキノコにエネルギーがいって写真がダメになってるわけじゃなくて、僕に言わせれば写真もキノコは両方ともこう攻めてるわけ。本当そんな感じだよね、うん、まあ何でもそうだと思うけど、何かこうやるときに一つのことに集中してると、その一つのことに集中してるっていう風なことではなくなってくるってこともあるみたいだね。だ僕よく若い人とか言うのは、やるんだったらいろいろやった方がいいんじゃないのっていう、そういう人いるじゃない、こういう感じでさ、はい、視点が狭まっちゃって写真家多い、まあ写真家多いし、アーティスト結構そういうタイプ多いんだけども、同じ時に違うことをやっていると、その両側が良くなってくるってこと結構あるんだよ。エネルギーが分散するんじゃなくて、エネルギーがこう孵化してしまうっていうか、掛け算になってしまうっていうか、そういう場合って結構あるんで、なるべく違うことを一度にやった方がいいと思うんですよ。その同時多発性みたいなのも割と機能的なんですよ。まあ
まあ、そういうことを考えてると大体記録的なものってのは、そう、なんていうかな、一つのこう枠組みとか、なんていうのかな、だから、かつて言われたような脈絡というようなものではない、うんうん、固定的な見方とか、二元論的な見方とかっていうことで、片付けてしまって、まあ、安心するって安定するっていうか、その見方ってのを固定してしまうっていうか、そういうふうなこととも対極なんですね。だから常にこう揺らぎを含んでいて、揺らぎを含みながらもその両方がだから消化し合うような形で、だから第二のものができたら第三のものができた、第三のものができたら第四のものができるって感じでこう増殖していく、そういうやり方が一番基本的になるんだよね。だからあまり一つのことに集中するのがいいかなっていう、うん、最近ずっとそう思うんですよ。何見ててもそんな感じがして、だからここにあるこれが写真だっても、去年2009年に見た展覧会とか写真集とか、それもレビューなんですけど、この中でかなり批判的に書いてるものとかいくつかあるんですね、はい、批判的に書いてるものっていうのをつなげていくと、僕が何に君が気に入られるかっていうふうなことを分かってきて、じゃあその何が気に入らないかっていうと、やっぱりその物の見方を固定するっていうのが一番気に入らないかな。物の見方を一つにしてしまうっていうか、それがダメだなっていう感じです。何かを見てこういう物の見方しかできなくなってしまうっていうな、そういう強制力を持つようなその表現のあり方っていうのはすっごい否定的だっていうか、そういうことが嫌いなのかなと思います。それもだから基本的なものをやったことでの見え方は、かつてはそういう教育の場でそういうのが多かったかもしれない。押し付け強制、うん、まあでもビゼリなんてもともと広告的だだってあなたのお父さんがほとんど広告みたいな人だったからふにゃ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 して何考えてるかよく分かんないし、うんうん、だからそういうふうな人が作ったものなんだから、うん、やっぱりこの空間を持ってたらもうほとんど広告的なんですよまあ、赤子の中にだいぶ記憶が入ったと思いますから、それをどんどん恐れずにどんどん膨らましていってですね、バカみたいな仕事をたくさんするといいと思いますね。なんかみんな割り込んでいいんですよ